東海道本線品、鶴線品、鶴線は、東京都港区の品川駅と横浜市鶴見区の鶴見駅を新鶴見信号場を経由して結ぶ、東海道本線の支線の通称である。横須賀線、湘南新宿ライン、総鉄、JR 直通線と3つの走行ルートの一部とされており、東日本旅客鉄道が、第一支鉄道事業者、日本貨物鉄道が、 第二種鉄道事業者となっている。品川駅で東海道本線と分かれて内陸部を南西方面へ進み、玉川を渡った武蔵小杉駅付近で南に大きくカーブして南進し、新鶴見信号場を過ぎた先の鶴見駅付近で東海道本線と再合流するというルートを取る線路である。もともとは貨物船として建設されたが、 1980年に行われた東海道横須賀別線化によって旅客線化され横須賀総武快速線電車が走るようになった。また2001年からは湘南新宿ラインの列車も走るようになっている。なお、貨物列車の大半は新東海道貨物線や武蔵野線に移されたが、現在でも品、鶴線から山手貨物線を経由して、 東海道と東北方面を結ぶ貨物列車が存在する。東海道新幹線の建設時には土地取得の困難さから品川駅から多摩川までの大部分の区間でこの品、鶴線のルートを利用することになり品、鶴線の真上に高架を建設したり品、鶴線の路線に隣接して建設することで用地を確保して建設された。そのため 品川駅から武蔵小杉駅付近まで新幹線と並走している。なお、旅客案内では、品、鶴線の名前を用いることはなく、2010年代より実施されている川崎駅方面でのトラブル時に、東海道本線の列車が品、鶴線を、迂回運転する際には、横須賀線の線路を、しようと、案内されている。品、鶴多摩川橋梁は品、 鶴線の橋梁として建設された。現在は、横須賀線、湘南新宿ラインの列車が多数を往来する。大崎付近外略津品川駅を南進すると、しばらくして、東海道本線を乗り越えて、西に分かれ、山手線と並走する。旧目黒川信号場で、山手貨物線を分岐し、さらに旧蛇久保信号場で、大崎駅からの大崎支線が合流。その先に、 西大井駅がある。品川駅から、東海道新幹線と並走して、大田区上池台界隈の台地を抜ける、東京都立、田園町福高等学校玉川グラウンドの脇にある、品、鶴線玉川橋梁で玉川を渡り、南部線との交差地点付近にある武蔵小杉駅を、過ぎたところで新幹線と分かれる。その先の踏切の南側で、横須賀専用線路と貨物線とが分岐し、 複々線となってなんか、この複々線区間の横須賀線用線路には、新川崎駅が、貨物線には完成当時日本最大規模を誇った、新鶴見総車場があり、鶴見駅付近で再び、東海道本線と合流する。新鶴見信号場鶴見駅間の貨物線側は、武蔵野線と線路を共用する。さらに、鶴見駅からは、横浜ハザー駅経由で、 小田原方面へと通じる東海道貨物線、根岸線方面に直通し、東海道貨物線の一つである、高島線と鶴見駅から、浜川崎駅、東京貨物ターミナル駅を経由して、浜松町駅へと通じる東海道貨物線とそれぞれ接続している。新川崎駅は旅客化の際に建設された。西大井駅は、地元の要望で民営化前の1986年に、 設置された。2010年3月には、武蔵小杉駅横須賀線ホームが開設され、南部線及び東京急行電鉄東横線、目黒線との乗り換え駅となった。なお、2019年11月30日に、総鉄、JR 直通線が、東海道貨物線横浜羽沢駅近隣、羽沢横浜国内駅相模鉄道本線、西谷駅間に開業し、 相鉄線の列車が東海道貨物線から鶴見駅級蛇久保信号上間で当線に乗り入れている。ただし、線路配置の関係上、新川崎駅は通過となる。大崎駅付近の配線略図を表示するには、右の表示をクリックしてください。ありがとうございます。